どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、会見でね、素晴らしいスピーチというか、人の心をつかむですね、能力をですね、いかんなく発揮したの、手越さん、のですね、今後の稼ぎ方について勝手に予想したいと思います。はい。ていうか、多分、おそらく、手越さんはもうそこまで考えてやってるんじゃないかなと思います。で、結構、例えば、ジャニーズの人たち界隈とか、タレントをね、見るって人たちの中では、いや、でも、事務所の力がなくなったら、テレビ出れなくなるんじゃないのとか、あとはファンとかも、いや、もうファンだけどついていききれないって人もいれば、いや、ずっと手越さんについていきますみたいな、手越くんについていくみたいな風にですね、言ってる人もいると思うんですが、この手越さんがですね、もう僕はっきり言いますけど、ファンがいなくても多分やっていける道をもうすでに作ってると思います。で、実際にですね、今日は3つのポイントから、この手越さんが、今後どうやって稼いでいくのかってことを解説しようと思います。というわけで今日のテーマは手越の稼ぎ方ということですね。手越さんの稼ぎ方、すいません。そんなにね、仲がいいというか、そんなに面識があるわけはない人間を呼び捨ては良くないですね。手越さんの、稼ぎ方について今日はご紹介したいと思います。はい。でね、まずね、手越さんは一体どういう、人脈というか、どういう人たちと仲良くて、どういう風にやっていこうと思ってるのかっていうのをですね、ちょっと軽く調べてみようかなと思ったら、僕そんなに友達いないっていう風にいつも言ってるんですけど、ただこの友達いないっていうのは数がいないだけで、スーパーコネクターっていうですね、いわゆるこう、たくさん友達がいる人とは友達になってるんですよ、僕も。だから、どうしてもなんかやらなくちゃいけないこととか、ほぼ自分で関係してるんで、やることは特にないんだけれども、なんか新しいことをしたい、こういうことに詳しい人がですね、欲しいって言ったら、誰に連絡すれば、その手のプロにですね、繋がるかってことをですね、意識して人間関係は作ってるんですよ。だからそれこそ変な話ね、よくね、名前出しますけれども、古市くんね、社会学者の古市くんなんかはすごいスーパーコネクターなんですよ。もう政財界から、企業家とかですね、いわゆるね、こう老舗企業の社長とかまで、こうみんなと彼仲いいんですよ。だから、大体古市くんに相談すると、紹介してくれたりとかするとか、そういう人間が結構いっぱいいるんですよね。で、こういうのをスーパーコネクターと言うんですが、はっきり言って手越さんはですね、手越さん自身がスーパーコネクターです。だからかなりこれやばいタイプです。で、もっと言うと、スーパーコネクターと繋がってるスーパーコネクターってですね、一番このえげつないタイプのスーパーコネクターなんで、多分ね、もうファンがどうとか、もちろんファンは大事にすると思いますよ。手越さんがファンを大事にしないと言ってる意味ではなくて、手越さんはきっとファンの方も大事にするだろうし、そのね、自分のね、元々いたメンバーとか仲間とかも大事にするんだろうけれども、それがなくても、おそらく彼はもうやっていけます。ということで、一つ目のポイントが、スーパーコネクターとして稼ぐという、考え方ですね。これ何かっていうと、実際にね、これ、人脈がやたらとひどい人、特に、いろんな人脈をですね、持っている、いろんな業界、例えばこれは、じゃあ、タレント業界の友達が多いとかじゃなくて、タレント業界にも多いし、起業家界隈でも多いし、政治家絡みでも多いし、みたいな意味です。いろんな業界に友達がいる人、こういうふうに、人脈の幅が広い人のことを科学的にはスーパーコネクターというふうに言うんですね。で、これ実際にですね、人脈に関する研究でも明確にこのスーパーコネクターが重要だっていうことがですね、分かっておりまして、例えばこのギャロップ社っていうですね、統計といえばギャロップ社ですけど、このギャロップ社が行った2006年にですね、の調査によるとですね、僕らが友人になるべき、最も友人になるべき、友達になると得をする人間っていうのがですね、分かってまして、これスーパーコネクターというタイプの人なんですね。これは社交の範囲が平均の人よりも、過剰に、というかもう激異常に多い人を示していて、これどの世界にもどの業界にもどの文化圏にも必ず一定数だけが存在するんですね。で、このギャロップの調査を見てみると、スーパーコネクターの友人が多ければ多いほどチャンスをつかむ可能性ももちろん高くなるし、それだけじゃなくてトラブルをうまく切り抜ける確率が高くなるってことが分かってるんですよ。で、このスーパーコネクターっていうのにおそらく手越さんは相当するんですね。で、なんでかっていうと、これ根拠があります。でね、手越さんが会見が終わってから僕もね、動画出したんですよ。手越さんの会見の動画を。そしたらね、あの動画に関して、いろんな人から連絡が来て、ああ、だよ、なんか、手越さんの、手越君の動画上げてたね、って、いや、今度一緒に飲むけど来るみたいな話とか、いや、なんか俺ね、時々手越君と会っててね、みたいな話とかが結構来たんですよ、いろんな人から。でね、そのジャンルがひどかったんですよ。よく週刊誌とかは、面白おかしく書きたいから、手越君の周りに怪しい事業家とかしかいないとか、六本木界隈の怪しい人しかいないとか、言ってる人いますけど、全然そんなことはなくて、作家さんだったりだとかもそうだし、有名な事業とか実業やってる人もそうだし、結構ね、あと政治関係もそうだし、めちゃくちゃこんなに手越さんっていろんな人に好かれてたんだ。しかもみんな手越さんのこと悪く言わないんですよ。誰一人として、僕が、聞いた話だとね。っていうのを見ると、多分彼間違いなくスーパーコネクターで、しかもその連絡をね、僕にしてきた人、なんか動画見たよって言ってきた人って、みんな僕の中ではスーパーコネクターだったんですよ。つまりどういうことかっていうと、手越さんはもう、いろんな業界のスーパーコネクターとすでに、コネクト済みなんですよ。そう。ということはどういうことかというと、今後おそらくトラブルとかも乗り越えていきやすいし、よっぽど変な人脈とかね、
ちょっとグレーゾーンの人たちとかもいると思うんですが、こういうグレーな人たちに騙されるとか、そういうことがなければ、基本的には、将来安泰だろうと。だからおそらく、ファン云々とかって問題ではなくて、まあ、普通に人脈のレベルだけでやってきちゃうレベルにも達してるんだなってことが分かったんですよね。で、さらにですね、こういう、タレントとかですね、をですね、騙して稼ぐですね、詐欺集団とかいますけれども、そういう人もね、手出しにくいんですよ。なぜかっていうと、スーパーコネクターっていろんな人と繋がっちゃってるから、もしかしたら、手越くんを騙したら、手越さんを騙したら、自分がお世話になってる人から敵視されるかもしれないっていうですね、リスクが常にあるんです。つまり、仲間の幅が広い人ってのを敵に回すのとか騙すのって非常に難しいので、そういうのはおそらく手越さんはリスクヘッジがもう終わってるんじゃねえかという話ですね。これはまず一つ目。スーパーコネクターであること自身がですね、これは一個目。二つ目はですね、ソフトスキルの高さです。これは、嫌われる勇気とか適応力とか、をですね、混ぜたような概念なんですが、例えばですけど、手越さんといえばの一滴油がね、やっぱり有名ですけれども、どこ行ってもやっぱりニコニコしてるし、いろんな人と長い良くなるしってのがあれ多分素でもああいうタイプの人なんですよ。だから例えばで、ね、週刊誌に書かれてもケロッとしてるし、受け答えもちゃんとできちゃうし、おそらくね手越さんのことをですね悪く言う人が少ない、のはですねどういうことかっていうと、みんなと仲良くできるんです。とりあえずやってみるってタイプの人で、でとりあえず相手のことを認めて、それからどういう風にしていくかってことを考えるタイプなんですよ。だからそういう意味で言うとね、この人をつなげる人の要件っていうのはかなり満たしてるんですね。僕みたいにこう人の好き嫌いが結構激しい人とかっていうのは、人と人とつなげるっていうのに向かないんですよ。なぜかっていうと、自分の、スーパーコネクターとしてのですね、この人間の人脈のネットワークの中に、いろんなジャンルの人がいたら、例えば、プログラマー紹介してよって言われたら、ああ、じゃあいい人いますよって紹介できるし、例えば、なんか投資家の人とかでいないかな、こういう人だったら、ああ、いますよとか、いや、弁護士で困ってて最近先生いないかな、ああ、いますよって風にですね、どんどんいろんな人を繋げられるんですよ。とりあえず相手のことを認めて、自分のこのね、ネットワークの中に入れちゃう方だと思うんで、手越さんは。で、そういう、誰とでも合わせられる適応力っていうのが、おそらく彼はかなり高いんですよ。で、こうするとどうなるかっていうとね、人と人とをつなげるのが上手くなるんです。で、はっきり言ってしまうと、この人と人とをつなげる能力っていうのを使って稼いでる人っていっぱいいるんですよ。今何してんだろうこの人っていう人って、大体こういうので稼いでます。例えばわかりやすく言うと、元ね、サッカー選手のね、中田さんとかもそうだし、あと本田、さんね、ケイスケ本田ね、有名なね、さんとかいますけど、ああいう方は結構そのビジネスの場で人と人とのつながりの中に入ったりとか、あるいは彼らの知名度を利用して新しいビジネスを広めるときにですね、PR をしたりとかして、で、これでですね、やっぱり、お金がすごく入ってくるんですよね。さらにもっと言うと、この人と人とのつなげで、例えば授業をやるときに、出資するチャンスってのがあるんです。新しい企業を始めるときって、なるべく早い段階で出資したら少ない金額で済むし、しかもそれが化ける可能性も大きくなるわけですよね。だから多分、中田さんは知らないですけど、本田圭介さんなんか結構最近出たね、有名なスタートアップとかに出資してて、それでもうすごい金額にね、投資した金額が化けてるみたいな話とかもよく聞くので、そういう意味で言うと、人と人とが繋がるところには何かが始まるチャンスがあるんです。で、こういうのに、わずかでもいいから乗っていくということをするだけで、これだけですごいお金になるんですね。例えば、これから、じゃあ、上場を目指して頑張ろうと思ってる企業がいっぱいあったとするじゃないですか。で、一社だけだったらわからないけど、多分ね、手越さんのことだからいろんなところでそういう風に顔出すと思うんですよ。で、それで、ちょっと PR しますとか宣伝しますとか、ちょっと相談乗ってよとか言われて、株、じゃあね、1% だけ上げるからちょっと、それでちょっと関わってよって言われて、あ、いいですよってもらおうとするんじゃないですか。でね、初めの頃の企業というか、その、立ち上げ初期の頃のですね、株とかだったら、もう5000円とか1万円で買えるんですよ、1% とか。うん、ものにもよりますけどね。それ買っといて、で、1% 持っている状態で、その企業が上場したらどうなると思います？上場して100億ついたらそれだけで1億ですよ。そう。だから、それですごい資産になるんです。でもこれは、スーパーコネクターみたいに、誰かと誰かが繋がって新しいビジネスが始まるっていうきっかけを作れるだけの人脈がないと、こういうことってなかなかできないんですよ。で、手越さんは多分これができるから、おそらくこれ僕の予想だし、もうやってるかもしれないんですけど、予想なんですけど、人を繋げるときに、こう、ちょっとね、一枚かませてもらって、で、それで、将来、めちゃくちゃ稼ぐ可能性が高いと思います。だから、モデリングとしては、中田さんとか、中田秀俊さんのですね、サッカー選手の中田さんの方とか、あとはね、本田圭介さんとかに近いような、セカンドライフを送るのではないかと僕は予想しております。はい。ソフトスキルの高さをですね、活かした、ビジネスですね、っていうのをやるということです。で、ここまで聞いてどう思います？ファンの要素が介在してないでしょ？で、もちろん多分彼はファンのことを大事にする人だと思うので、ファンサービスしたりとかライブやったりとかアメリカでいろいろ挑戦しうぬんとかってこともやると思うんですけど、でもこんだけ人脈が好きな人がファンサービスだけでやっていこうと思う人は思うことは多分ないと思うので、おそらくメインの収入はそっちで、まあ、ファンとね、そのビジネスの方ってのは、まあ
サイドビジネスなのか、あるいはですね、本当に純粋にファンの人たちを楽しませたいって思いだけでやっていくんじゃないかなと思いますね。というわけで二つ目のですね、ビジネスっていうのが、ビジネスに活かせる能力、手越さんの持ってるですね、稼ぎ方、ビジネスに活かせる能力としては、ソフトスキルというのが挙げられますね。これが二つ目です。そして三つ目なんですが、リコネクティングです。リコネクティング。これ再接続って意味なんですけど、おそらく今までいろんなところで手越さん、いろんな人と関わってきたと思うんですが、僕なんかこうちょっと人間関係作るのめんどくさいんで、あんまり人と関わらないようにするし、昔の人ともう一回仲良くなろうとか連絡取ろうとかしないんですけど、多分彼は今回メディアでね、今までジャニーズに入っていたってことが理由でできなかったいろんな人とのビジネスとかいろんな人との関わりのしてみたいコラボやりたいと思ってるんですって言ってるじゃないですか。でこうするとね、いろんな人から連絡が来るし、自分から新しくですね、昔、ビジネスがうまくいかなかった、あるいは、ね、その事務所のね制約のおかげでできなかった人たちにこれから連絡取っていくと思うんですけど、実は人脈を使って稼ぐ人、成功する人の特徴っていうのは、その人脈の広さとか人当たりの良さ、よりも実は大事なものがありまして、これがリコネクティングなんですよ。例えば2010年にラトガース大学が、行ったですね、実験とかをですね見てみると、調査を見てみるとですね、今固まっている人脈を利用して、プロジェクトをしたりとか仕事をする人よりも、昔繋がっていた、あるいは昔1回とか2回軽く会ったことがある人に再度連絡を取って、そこから、ビジネスを始めるということをする人の方がですね、実は効率が上がったりとか、仕事から得る利益とか成果が上がりやすいという可能性がですね、実は示唆されてるんですよ。これ MBA のですね、学生を対象にした調査でも明らかになってるんですよね。だから分かりやすく言うと、例えば今いる友達 MBA だったら、今いる友達を集めて、今付き合ってる友達を集めてビジネスを始めるよりも、昔の友達とかに連絡を取って、でそれでビジネスをですね始めるということをした方が、より高い成果をですね上げるというですね、研究結果が出てるんですよ。そうで、これ休止中の絆って呼ばれてる理論なんですけど、つまりどういうことかというと、おそらく手越さんは今までやりたくてもできなかったビジネスがあるし、繋がりたくてもあんまりね、いろんなことができなかった人たちがいっぱいいるんです。で、そういう人たちと、これから再接続、リコネクティングしていくんですよ。で、ここにはもうチャンスが山のようにあるので、だからおそらく、もうそういうところから、まあね、自分が一部ね、お金持ってるでしょうから、一部出資して、ね、ビジネスを始めたりとか、で、もちろん中には失敗することもあると思うんですよ。よく出資ってほとんど失敗するでしょ、事業投資なんてって思う人がいると思うんですけども、これって一般公開されてるものなんで、多分、手越さんぐらい、いろんな人と人脈がある人だったら、結構なんかこう、ちゃんとした人たち同士のですね、出資の話とかにも絡める可能性が高いので、だから普通に投資家とか、あるいはね、あんだけね、なんていうか、レジリエンスというか、メンタルも強いので、そういう意味で言うと、自分がこういうこと関わって始めてみましたみたいな風に言って、PR することによって、自分が出資した会社のですね、利益をですね、自分の PR によって上げることもできるので、で、これ結構最強で、悪評が立ったりとか、あとは週刊誌に書かれたところで、自分が出資して PR してるんだから、別に自粛とかないんですよ。なんてかって言うと、タレントがね、お行儀よくしなくちゃいけなかったりとか、週刊誌にビクビクしなくちゃいけない理由っていうのは、スポンサーを敵に取られてる。だから、なんか、人質に取られてるからなんですよ。つまり、スポンサーを敵に回しちゃうと、お金がもらえない。それで生活してるから、タレントっていうのは自由な発言ができなかったりとか、週刊誌の顔を伺ったりとかしなくちゃいけないんですけど、自分で出資してる会社で、ね、自分のことをですね、PR に使ってやってるっていうのは、これ、ね、別にそれ自分の意思決定でですね、出すか出さないか決められるし、なんなら出せなくても会社には影響ないんで、そういう意味で言うとね、おそらく最強のビジネスモデルではあるんですね。知名度はあるんだけど制限されないっていう状況ができるので、だからそういう点で見ても、まあ、今言った3つのですね、角度ですね、スーパーコネクターとして稼ぐ、ソフトスキルを利用して稼ぐ、そしてリコネクティングで稼ぐ、この3つのやり方が、おそらく手越さんがこれからやっていく稼ぎ方になるんじゃないかなというふうにですね、思うわけなんですね。だから多分ね、僕とか、あるいは皆さんもそうですけど、が思っているようなレベルの人間ではない可能性があります。別に僕これね、手越さんと会ったことないし、ね、別に何かあるわけじゃないんですよ。あるわけじゃないんだけれども、普通にうまくいくだろうな、これは、という。うん。で、しかもなんか変な人に騙されちゃうね、芸能人とかいるんですけど、あと人脈の幅がね、広すぎて、ちょっと聞いただけでもだいぶ広いんで、これ多分ね、あんま騙したくない、かもれないタイプの人間だと思います。すごい人が周りにいるから、手越さんになんかやっちゃうとその周りを敵に回すことになるから、多分できないレベルの人脈を持ってるだろうなという感じがしたんで、うん、だから多分ファンとかテレビとかもう関係なしに生きていくんじゃないかなというふうに僕は予測しております。はい、すごいですね。そういう稼ぎ方をタレントがする時代になってきたということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。で、一応ですね、まあ、手越さんほど
ね、知名度が僕らあるわけじゃないし、やっぱりそれで稼いでいくのは難しいと思うんですが、今言ったみたいに、人脈の使い方によって意外なチャンスをもらうと。で、これリスクを最小限にして、いろんなことに関わることによって成功をつかむっていう可能性はかなり高いわけです。実際に、さっき言ったリコネクティングもそうですけど、自分が普段あんまり付き合わないですね、人とも上手に使える人、人脈をですね、維持できる人っていうのは、いい条件の仕事にですね、付きやすいってことが分かってるんですが、転職するときもいろんな業界に友達がいるのっていうのは非常に有利になるんですね。で、こういう人間関係、手越さんほどではないけど、手越さんのような、人脈を作るための方法を今日は番組タイトル下の説明欄と動画のコメント欄で解説してますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、手越さんの稼ぎ方ということはできないですが、手越さん風に稼ぐことはできるかもしれません。番組タイトル下の説明欄およびコメント欄にですね、今日おすすめの動画2つ入っております。1つ目はコミュ障でも人脈を作れる方法。まあ、手越さんほどですね、こう、にこやかにみんなと仲良くなるのは難しくても、この人と仲良くなりたいと思った時ぐらいはやっぱ仲良くなれるようにしときたいじゃないですか。で、こういうふうにコミュニケーション能力が低くても、人脈を簡単に作るための方法、より効率よく人脈を作り、維持するための方法、これは科学的にまとめた放送ですね。これはコミュ障でも5分で人脈作れる方法ということで、コミュ力が低い人、にですね、おすすめの動画になっておりますので、ぜひチェックしてみてください。これが一つ目。で、二つ目。さっきスーパーコネクターが大事ですよって話したの覚えてますか？いろんな人とこう人間関係ができている人と友達になっておけば、困った時にその人にお願いすれば、自分人脈関係を維持してなくてもその人にお願いしておけば、まあ、誰でも紹介してくれるって状況を作れましょうって話をしたじゃないですか。でもそのスーパーコネクターどこにいるんって話なんですが、これ実はですね、生息地が判明しております。六本木とかじゃないですよ。生息地が判明しておりまして、どうやったらスーパーコネクターを見つけることができるのか。なぜかというとスーパーコネクターと友達になったら少ない友達関係でも、僕らと大きな利益を手に入れることができるわけですよ。こういうスーパーコネクターとの出会い方、これをまとめた動画を、今日の2つ目のおすすめの動画として番組タイトル下の説明欄、そしてコメントの方に入れておきますんで、ぜひ、チェックしてみてください。さらにですね、今日の、おすすめの本なんですが、今日のおすすめの本はですね、3冊あります。1冊目が、僕の、本でちょっと恐縮ですが、コミュ障でも5分で人脈を増やせる方法というですね、一応さっき言った動画を本にまとめた、内容ですね。で、これが、一応 Amazon で出てますんで、これもおすすめしておきます。で、2冊目の本が、これハイディ・グラント・ハルバーソンさんの本で、やっぱりね、人に好かれる人って、人にいろんなことをしてあげる人って思いきやですね、実はそうじゃなくて、人にいろんなことをしてもらえる人なんです。つまり、可愛がってもらえる人。もっと言うと、頼むのが上手い人。時々ません？いやー、あいつの頼みは断らないんだよねー。みたいな、なんか可愛いしさー、なんかね、助けてあげてと思っちゃうんだよね。っていう感覚を手越さん作るのは多分めちゃくちゃ上手いんですよ。話聞いてると。すごい上手いんですよ。うん。多分、天性のもんでしょうね。だから、ほら、最終的にはさ、みんなほら、自粛中にさ、なんかね、会見の時にも出かけたのどうなんだって攻めに来ていた週刊誌とかも、で最終的にはさ、手お願いしていいですかって、手ってやらせたじゃないですか。ああいう風に味方にしちゃうっていうのは、やっぱり天性の才能なんですが、これをどうやったら身につけられるのかっていうことを解説しているのが、人に頼む技術、コロンビア大学の嫌な顔をされずに人を動かす科学という動画ですね。動画じゃなくてこれ本ですね。これも番組タイトルの説明欄に2冊目のおすすめの本として入れておきますんで、チェックしてみてください。頼むのが苦手な人は好かれないので、ぜひ好かれる頼み方勉強してみてください。そして3つ目の動画はレジリエンスですね。ハーバードビジネスレビューのレジリエンスというですね、本もおすすめしておきます。これは要するにあれですよね、普通さ、なんかこうね、事務所から出ますとかね、自粛期間にね、外に出てたことがね、突っ込まれますってなったら、普通は心が折れるんですけど、テオスさんみたいに心折れずにガンガン言える人って少ないわけですよ。ああいうふうにガンガン言えるようになる。つまり、こう、心が折れそうな時に、これをすぐ食べ直す、元に戻すための能力のことをレジリエンス、回復力というふうに言うんですね。このレジリエンスを高めるための方法を、まとめた本が今日の3冊目の動画、ハーバードビジネスレビューシリーズのレジリエンスですね。これもぜひチェックしてみてください。そして、今日もですね、そういえば、ありがとうございます。Amazon のですね、なんと、オーディオブックランキングで僕ね、1位と2位をですね、今僕は独占しているそうで、1位が、超習慣術、2位が、超集中力という本がですね、今 Amazon で1位、2位を独占しております。で、実はですね、このオーディオブックなんですが、今 Amazon さんがキャンペーンやっておりまして、通常3000円する僕のオーディオブックが今ですね、1人1冊なんですが無料で聞けるというキャンペーンをやっております。ぜひ番組タイトル下の説明欄に無料のオーディオブックへのリンクも入ってますんで、こちらもぜひチェックしてみてください。Amazon ランキング1位がなんと、無料で聞けるというですね、キャンペーンの Amazon さんも無茶しますよね。はい、ことやってますんで、ぜひチェックしてみてください。というわけで、今日のですね、動画はいかがだったでしょうか。おすすめの動画はですね、番組タイトル下の説明欄、また動画のコメント欄に入ってますんで、こちらもぜひ、この動画の後にチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。